澤部さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかと言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。皆さん、今日はですね、動詞じゃない学を行ってみたいと思います。皆さん、今から扱う長文なんですが、段落は13個ありましてですね、で、説問の種類が5種類でございます。で、皆さん、並び替え問題は、まあ、文法に、まあ、任せるとして、そして、内容一致問題もですね、他の大学と、やり方は全く同じでございますので、まあ、同社ならではというところを最優先してですね、やってみたいと思います。で、皆さん、空小順は、苦手とされる方、多いかと思いますし、あとは同社の単語のレベルですよね。それをちょっと実感していただこうというところです。そして、カンカン度率に、非常に多い説問が、この下線部説明ですよね。これは、ちょっとぜひ扱っていきたいというふうに考えておりますので、頑張ってくださいね。では、この後実践に行きます。サミさん、第一段落でございます。皆さん、一読をしていただいてですね、皆さんも早速、この下線部、あーが解けるかと思いますので、ちょっと考えていただきたいんですが、このあの言い換えですね、下線部の言い換え、これが皆さん、選択肢1から4までございます。これを皆さんにちょっと考えていただきたいですね。そして、単語の注釈がすでについておりますので、もうすでに書いておきましたので、これを参考になさっていただいてですね、頑張っていただけるとよろしいかと思います。サメさん、一読していただいたかと思いますが、下線部はあでございます。But so is the economics of food ということで、皆さんちょっと思い出せるかなと思うんですが、so, v, s、この順番になってるんですね。で、s もまた v であるという、とても有名な表現だったかと思います。ですから、それをちょっと皆さん思い出していただきますと、ここ b 動詞ありますが、ここなんで b 動詞なんですかっていうと、その手前戻していただきますと、この a ですよね。これたまたま複数形だから a になってるだけなんですが、b 動詞と b 動詞が対応してますよというのがまず第一点です。そうすると皆さん、省略も補えるかと思います。さあ皆さん、so vs ですが、この b 動詞と b 動詞が対応してますよ。で、対応させることができれば、じゃああとはどうしたらいいのっていうと、皆さん、 are の右側ですよね。キートゥーサステイナビリティということで、サステナビリティにとって、キー、鍵である、重要であるという話をちゃんとここに補って解釈していただけるといけると思います。ですから、食べ物の経済というのもまた、キートゥーサステナビリティ、持続可能性ですよね。それに対しては重要ですよ、鍵ですよ、ということを踏まえていただきますと、皆さん、選択肢いけるかと思います。で、皆さん、正解は2番ですよね。見ての通りでございます。持続可能性にとって重要という話がありますね。これもそうですね。持続可能性にとって、鍵である、重要であるというようなお話がしっかり書いています。ですから、こことここが言い換え可能ですよね。ですから選択肢2番が正解ということでいいかと思います。じゃあ、どこをヒントにしたんですかっていうことですが、もちろん B 動詞の右側ですよね。そして答えとなった2番も、これですね。B 動詞の右側がしっかり確定できる根拠となっております。情報構造バッチリです。さあ皆さん、続いて第2段落でございます。皆さん、一読よろしくお願いいたします。注釈もついてますからね。で、説問は、まあ、下線部 A でございます。これと、皆さん、言い換え可能なものですね。皆さん、この4つの中から選んでいただけますとよろしいかと思います。お願いします。さあ皆さん、単語の意味書いてみました。皆さん、インプリメンテーション、実行、実施。で、1番、イグザミネーションは、イグザミンの名詞ですよね。2番もイントロダクションはイントロデュースの名詞。で、3番プロヒビションは、プロヒビット禁止するの名詞で大丈夫かと思います。
で、4番がレジグネーションですから、リザインですよね。辞職するという動詞の名詞ということでいいかと思います。サメさん、どうでしょう？サメさん、正解は2番ですよね。イントロダクション、導入ということでよろしいかと思います。一部さん、この下線部の右側見ていただきますと、リーガルレギュレーションですかね。法的規制。それを皆さん、実行するとか実施するっていうのは直訳でいいかと思いますが、規制を実行する、規制を実施するということは、規制を導入するというふうにも言い換えることができるかと思います。ですから、単語の問題ということで2番が正解です。さあ、続いて第3段落でございます。皆さん、注釈ついております。不一致という単語ですからね。で、皆さん、クラ X に入れるものですね。皆さん、この4択でございます。皆さん、ちょっと一読してですね、皆さん、考えていただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、空所 X の左紙はよく読んでいただいたかと思いますが、例えば左側ですかね、遡っていただきますと、ハイサブスティテューションレートオブ 57% ということで、このサブスティテューションレートがよくわかんなくてもですね、一つ手前戻していただきますと、ワイドスプレッドフロージュレントビヘイビアですね、詐欺的な行動、詐欺的な活動の話が書いております。で、あまりよろしくない内容ですよね。それが、このあたりも多分書いてるんだろうなと。そしてクラ X の右側見ていただきますと、ディスクレパンシーということで、注釈で不一致ということです。それは between the contents 内容ですよね。そして情報の不一致、つまり、まあ、あまりよろしくないと、まあ、マイナスですよね。だからクラ X の左がマイナスの話で、クラ X の右側もマイナスの話ということは、皆さん選択肢いけそうですね。もちろん正解は1番でいいと思います。ちょっと皆さん一つずつ確認しますが、皆さん2番フォーチュネートリーは皆さんプラスの話ですね。で、3番もホープフリーですからプラスの話でございます。先ほどお伝えした通り、クラ X の左紙はマイナスですからね。そして4番アザワイズを入れてしまうと、先日、字待ちにもちょっとありましたが、前後は反対ですからね。ですから、クーラー X の左側と右側がプラスとマイナス、反対だったら、アザワイズでいいんですが、今回どちらもマイナスということでございます。そうなってくると、皆さん、因果関係、原因、結果を表す1番のコンスケントリー。これが正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、確定した場所の確認でございます。皆さん、この下線部引っ張ってるところを見ていただけますとよろしいかと思いますが、これの左側、前置詞ですよね。ですから、前置詞の右側がまず一つヒントになっています。そして、この2箇所目ですが、もちろん、リビールド、一般動詞ですよね。一般動詞の右側が根拠になっていますね。そしてこれは皆さん B 動詞の右側ということです。もちろん文末というところからでも情報構造バッチリです。さあ皆さん、続いて第4段落でございます。皆さん、一読を行っていただいた後ですね、下線部 B、immune to ですね。これの皆さん言い換え、4択の中から1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。サメさん、イミューンですけども、皆さん、イミューンシステム、免疫システムというような表現をよく聞くんじゃないかなって感じがいたします。皆さん、漢字眺めていただきますと、免疫、免れるという表現ですよね。ですから皆さん、選択肢の中から免れてそうなものを選んでいただけるといいかと思います。もちろん正解は2番ですよね。1番ディペンデントですから依存。3番リレイティッドですから関係性ですね。4番レスポンシブル、責任ということです。ですから皆さん、フリーフロムであれば何から離れているということですね。つまり免れると言い換え可能ですから、選択肢2番が正解ということでいいかと思います。では、この後空欄 Y に行きますね。さあ皆さん、クーラー Y でございます。皆さん、選択肢4つございますので、皆さん選んでいただけるとよろしいかと思います。
さみさん、空欄 Y のですね、左側、右側見ていただいているかと思いますが、空欄 Y の左側見ていただきますと、ミスラベルですよね。つまり、表示が間違っていると、おいおいって感じですね。で、空欄 Y の右側は、先ほど注釈にもありましたが、偽造でございます。ですから、空欄 Y の左側はマイナスもあまりよろしくない内容。そして、空欄 Y の右側もあまりよろしくない内容ですよね。マイナスとマイナス。それを皆さん、つなげるものは、皆さん正解は2番ですよね。ちょっと一つ確認していきますが、皆さん空欄 Y の左側、右側、マイナス、マイナス、共通点ありますからね。で、一番 away from だと、まあ離れちゃっておりますので、マイナスから離れたらプラスにならないといけないと。で、in spite of は皆さん despite と同じで、うにゃうにゃにもかかわらず、前後、反対、対比を示す表現ですからね。で、4番 unlike も unlike とは違ってということですから、対比の仲間でございます。ですから、対比ということは、皆さんこれは以前からお話はさせていただいておりますが、前後は反対の内容にならないといけないということです。ですから、1番、3番、4番、ほぼ同じ働きでございますので、×。で、2番 due to であれば、うにゃうにゃのために、うにゃうにゃが原因でということで、原因、結果、因果関係ですね。ですから、特に問題はございません。答えは2番です。さあ、皆さん、根拠とした場所でございますが、このミスラベルのところで言うと、皆さん、これですよね。B 動詞の右側が根拠になっております。もちろんこのカウンターフィーティングのところも、due to を入れたわけですが、前置詞ですよね。ですから前置詞の右側が確定できる根拠となっております。さあ、続いて第5段落と第6段落ですね。一読をお願いいたします。セミさん、下線部 E でございます。これの言い換えをですね、選択肢4つの中から選ぶという問題でございます。さあ、コンサーンですよね。皆さん、後ろ、アバウトがくっつくと、心配という意味になったかと思います。皆さん、これで選択肢選べそうですよね。さあ、皆さん、正解は2番ということでよろしいかと思います。皆さん、グレープ、ウォーリーですね。心配ということでございます。これで皆さん、言い換えバッチリということです。で、皆さん場所をちょっと確認しますが、もちろんこのあたりがヒントになったかと思いますけども、レジスタード、一般動詞の右側ですよね。そして皆さん正解となっている選択肢も expressed、一般動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ皆さん、お疲れ様でございました。皆さん、どうしようもなく、今動画でですね、前半の部分を扱いましたが、皆さん、後半の段落、そして後半の設問もですね、同じような解き方でやることができますので、その点は、心配はないかなという感じがいたします。で、皆さん、感じ方はまあ人それぞれかなって感じはするんですが、単語、熟語、文法を聞いてるところはですね、そんなに難しいかっていうと、そうでもないんじゃないかなって感じがいたします。その代わりまあ、ちゃんと覚えないといけないんですけどね。その点は皆さん頑張っていただけるんじゃないかって感じがいたします。そして、正答率どれぐらいが目安ですかと言われたら、設問数も多いので、多少のミスは許していけるんじゃないかなという感じがいたします。ですから、8割を目指すというところでバッチリです。そして、普段の勉強じゃあどうしましょうと言われても、特に気をてらう必要性は全くないんですよね。しっかり長文を解き終えた後はやっぱり音読は頑張ってやってほしいですけども、こんな感じでいいかと思います。もう努力がそのまんま合格につながると。そういう印象を受ける。カンカン同率、全般的にそうですね。という気がいたしますので、ちょっと目指す方ですね。頑張っていただきたいと思います。というところで、明日以降もよろしくお願いいたします。